前回の続き、漢王事情を制しましたね。ここにも集中があって、そこも取って、今度は山本町からね、ここを取ろうかなと思っているんです。ここのね、同盟がまだあと10ヶ月、16だから、さ、来年の4月だね。で、今ここに集結させて、こっからね、京都を取っちゃおうかなと思って、もしかしたら関白になれるかな、ちょっとわかんないけどね。ここも取っちゃおう、進め、ここも取っちゃおう、進め、あ、朝敵ができるんだね、今ね。とりあえず、京都、こっちです、京都、室町御所。あと、朝敵が今できるんで、朝敵はね、どうだろう。朝敵はね、兵力は、三好、本庄は橋場、現役の数は橋場だな、じゃあな。ここか、ここなんだけど、ここかな。ここです。で、あとは古賀、関東7島、京都、それから百足石、古賀城じゃなくて、小谷城かな。小谷城は栗友ちゃん、セーブしとこうか。それから人が少ないんだよな、基本的には。ここのここの開発をやってもらいたい。諸勢力の部隊が出陣しました。
勢力の拠点制圧。承知しました。これいいや、諸勢力の部隊が出陣しました。もうこっち行っちゃって。かしこまりました。町並みを制圧しました。この開発もしてもらいたいからね。お味方が外門を破壊しました。Thank you。 兵力はね、一応ね、ここもやっ、ここもね、どうしようかな、わかんないけどね、とりあえずやっとく。承知しました。これ一人じゃダメかな。これ承知。城門を突破いたしました。敵の城を制圧。室町で戦ってるやつを水口城に持って行って、観音寺にいる人たちで開発をねしてもらう。以上にいる人で街並みを失いました。こっちをほら、かしこまりました。
これはどこだ。これはあ、これはどこだ。これは取られちゃうね。これはすぐに取られちゃう場所だな。ここは。これはどこだ？あ、そこか。あ、じゃあ今回はここで終了。あ、これはこっちだな。今回はここで終了だな。この室町。室町御所、室町御所をゲットしたってことで今回は終了です。